ゴマバラワシは、長江高,高木高かゴマバラワシ族に分類される、蝶類、本種のみでゴマバラワシ族を構成する、サハラ砂漠以南のアフリカ大陸全長78から86センチメートル、翼海百188から260センチメートル、体重3.1から6.2キログラム、上面は褐色、下面は白く、黒や褐色の反転が入る、 ヤブチが点在する草原やサバンナ開けた森林などに生息し、南アフリカ共和国では、半砂漠などでも見られる。主に1から5キログラムまでの哺乳類、鳥類、爬虫類などを食べるが、最大3 5ラムの獲物を捕食することもある。南アフリカ共和国では主に、ケープのウサギを食べるが、ケープアラゲジリス、エジプトマングースヘルパスエクヌーメンコビトマングース、 マンゴスマンゴシマ,ママングースホソマングースゲイロレラ、サングイネアといったマングース類、ケープジェネットゲネッタタイグリーナと、ヨーロッパジェネットゲネッタゲネッタといったジェネット類、の眼ンホロホロチョウカ、シャコ族などの鳥類も食べたという報告例がある。ベルベットモンキークロロシーバスピックリトラスや、ヒヒ,ヒ族などのサル類、ケープハイラックス、インパラの幼獣や、 トムソンガゼル類、ダイカー族などの小型の夕日詰類、犬族、サバンナオオトカゲやナイロオートカゲを捕食することもある。樹上や鉄塔に枝などを用いた巣を作り、一卵を産む。ヒナは孵化後、90日以上経ってから巣立つ。家畜の幼獣を食害する、害鳥とみなされることもある。外鳥としての駆除、毒へによる巻き添え、送電線による感電死、急な傾斜のついた、 貯水池に落下することによる歴史などにより生息数は減少している。狩猟による獲物の減少に伴い家畜への襲撃が増え駆除につながることも懸念されている。1979年に旧カモ目ファルコニホームズ単位でワシントン条約付属下記通に掲載されている。日本では2021年の時点でポレマエトスベルリコススとして 特定動物に指定されており、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。